おはようございます。画家の小木曽です。今日は、ですね、年末最後のですね、鬼高評会、本当に鬼高評会というのをやってみようかなというふうに思います。何かというとですね、みかんという公募展があったんですけども、その審査員をさせていただきまして、で、まあ、こう、選外だったか、入選だったかよく知らないですけど、それに出された方で、見てほしいという方いたらということで、ちょこちょこ動画の中いろんなところで言ってたんですけど、何人か、ぜひ、鬼のようにということなんで、厳しくいこうと思います。で、細かい、こう、寸評というか、やり方みたいなのは、それぞれの人にちょっと動画送ってますので、そちらの方を送ってきてくださった方だけに、送った動画もございますので、そちらも参考にしていただければと思います。で、ちょっと見ていきますね。こちらの作品なんです、まずね。入選でしたか？してないですか？ちょっとそこまで僕も細かく見ていないんですけども、私自身は、大阪の串カツは美味しかったでしょうかという方でね、勝手にこぼれ店の方もかなり頑張られたと思うんですけども、いつもお世話になってますと、みかんも好評いただけるとのこと、大変貴重な機会、送付させていただきました。会員ではないのですが、申し訳ありませんと。今後につなげるための好評やや鬼でお願いします。やや鬼でいきましょうね。インパクトに走りすぎて物語の世界観を無視した形になってしまいましたと。みかんの皮の質感やみかんの粒のみずみずしさをもっと表現したかったですと。コツコツカツコツコツコツ串カツカツコツでございますということで、いや僕これ書いてあるとこがここマイナスなんちゃうかっていうのが、言うたらみかんの皮の質感やみかんの粒のみずみずしさ、パッと見た時ね、これ300枚、400枚ぐらいあって、もう荒いよりもどんどんしていくんですね。120枚ぐらいにまず350か400か。で、120枚ぐらいに絞って、次何枚に絞って、何枚に絞ってって、多分4回か5回ぐらい僕やるんですよ、こういうのって。で、何回も行ったり来たりしながら。で、初めの確か120枚ぐらいには残ってたと思います。今回出してる方みんな確か残ってます。だから、なんかこう、勝手に公募展とかを通してとか、鬼好評を通して、間違いなく力はついてこれはもう嘘ではないです。本当に間違いなく目がつくようにはなってきました。ただ僕この作品を見た時に、なんで割ったんやって、みかん割ったんやってポロッと一言言ったような気がします。やっぱこれじゃないと思いますよ。子供をね、弟たちにあげるみかんを投げるというところで、しかもこう、皮のこの、ここのところで、子供がこれじゃ取れへんやろ、みたいな、なんかグリコ森永さんが、なんかね、身の代金を投げる場所みたいな感じに見えてしまって、ちゃうやろ、と僕は突っ込んだ記憶があります。だから技術的にはこの方に関してはそんなに悪いな、というふうに思わないので、その世界観。やっぱりこう、まあ、公募展でここまで限定した公募展ってあんまないと思うんですよ。こう、何かを求めているということってあんまなくて。で、まあ、そこのところっていうのは、まあ、その辺臨機応変にやればいいと思うんですけど、今回のは相当、しっかりとこう、なんか、狙ってるというか、こういうところが見たいな、ちか欲しいなっていうところが主催者側にあったんではないかというふうに読めるような気がします。これ落ちてきたら子供食べれへんやろと僕なんかは思う。その世界観、もったいないなという気がいたします。雨も降ってたかな、情景的にはどんな感じだったかな。僕も何回か呼んで、私だったらどう書くかなっていういくつかのシミュレーションのお味噌でしてみたんですけども、そのあたりというのが、ちょこっとずれたんちゃうかなと思いました。書いている技術に関して、まあ、正直言うと、ものすごいいいっていう人はなかったです。はっきり言うと。ものすごいわ、これはと。もう巻いた、ひれ伏すぐらい巻いたっていう感じのはなかった。まあ、それは、写実的な部分かもしれませんし、作品としてのクオリティみたいな部分での、全部を通しても少し少なかったかなという感じは、私の感想としてありました。だからちょっとその辺というのはやっぱりこう、ここの辺の上の方のみかんの書き方でよかったんちゃうかなというような気がします。まあ加湿するというとこもそんなね、ないというか、こうみかん全部消さなあかんようになってしまいますので、まあこのみかん、これ本当にこれ消してしまったらどうなるんですかね。どうなるか知らんけど、少しこう消してみたりとかして、本当にみかんが一つの玉でビューッと落ちてきたみたいなのを、ね、お正月か皆さんなんか時間があるかないか、忙しいか忙しくないかよくわからないですけど、
ね、もうちょっとこの、まあ、そのぜひですね、みかんのその文章を読んでない方っていうのは、なかなか話が伝わってこないかもしれませんけども、ね、少しこう、あかんかったんですかね。球体じゃあかんかったかな。ちょっとそういうところを思いながら見ておりました。まあその辺というのはやっぱり世界観というのがしっかりとしているものなので、その辺は大事にされてもいいんじゃないかなというふうに思いながら見ておりました。別にこんな感じで、それで下の方があの草っぱらかなんかみたいな感じでもよかったんかなと、まあせめて子供の手があるぐらいでもよかったんかなと思います。まだまだでも皆さん技術もっと上げていかなあかんすよ。本当に。次の作品こちらです。すみませんね。あ、これはだからそういう意味では、下でこう待っている、あれかなと思いますけど、お忙しいとこ申し訳ありません。みかん工房店出品作 S45。だからこうやってこうマックスで、展覧会のこう、規約に出してくるっていうのはすごくこう、やっぱ意気込みを取れますよね。少女から放たれたみかんに込められた夢、希望、不安、家族への愛、これから自分の待ち受ける運命に向かって、果敢に立ち向かう決意を表現したいなと思いました、そんなそれぞれのみかんにいつも温かな光が当たっている芸術の世界に飛び込みつつある自分を少女にダブらせて描きました。仙台を確認し50代後半の妻をモデルにしたのがまずかったのかな。妻は妻で、にじみ出る品の良さがそもそものコンセプトに合わなかったのではないかと自責の念に駆られております。悩みはつきませんが今も溢れ出る節操作意欲が間違った方向に向かわないよう鬼好評でよろしくお願いします。メンバーになって5ヶ月と19日その間鬼好評には出品していなかったことしたことがなかったので1月5日鬼好評できるだけ輸出多いところで厳しくお願いしますということですので、この方もうすごくこう技術も高くていいんじゃないかなと。これは放ったのがこう、あ、女性ということなんですね。あ、女性というか電車の中なんですね。僕受け止めている側なんかなと思ったんですよ。これどっちなんかなと思って、向こう電車走ってて向こうから飛んできてるのを取ろうとしてるのかなと思ったら放っていたんですね。そこがわからないんですよ。でやっぱりどうしてもある程度そこのところはっきりとさせてあげやんといかんのちゃうかなと今回のは思ったんで、こう電車の中という設定という、まあだから難しいですよ。ものすごい難しい。僕も多分こう難しいやろうなと思いながら自分でも思ってました。だからその辺というのは皆さん困ってはるなっていう感じ見えました。私もどうするかな。徹底的にやっぱりその当時の電車のあれとかは資料とかをインターネットとかで調べてこんな感じかな、あんな感じか集めてみたいなこと、洋服とかも情報を集めてみたいなことをするんちゃうかなというふうに思います。どっちかちょっとそこのところが分からなかった。でも仕事自体すごい丁寧で悪くはないなと思います。確かに50代後半の奥様にこうやってもらったのまでは悪くないと思うんですけど、じゃあモチーフモデルの少女なのかなっていうように見えるかと言ったらちょっと弱いな、どっちなんやろうなと、まあ、子供という感じでもないけど、じゃあその辺というのとか電車の中から放っているというところであるとか、そのあたりというのがもうちょっとこうね、しっかりとなかなか画質も難しいなと思うんですけども、見えてきてもいいのかななんて思いながら、電車のなんか柵があってなんかがあって、どうする僕もわからんわ。難しいですね。まあね、そういうところが向こうの狙いやったのかもしれないし、僕もそんなしわからないですけどね。まあ、ここまで大きく電車のね、窓にしてしまうかな。まあでも本当先ほども言いましたけど、めっちゃすげえっていうのはなかったですよ。僕の感想ね、それはわかりません。あとは主催者が決めたりするのか、最終のところ段階で本物見てどうなるのかっていうところやと思うんですけども、ちょっと電車の窓っぽくしてみて、内側っていう感じにしてみて、見ましたけど、これが正解なのかどうかわかりません。だからやっぱりこういう絵に関してはプランニングエスキースっていうのもものすごく大事になってきますよね。やっぱエスキースっていうのをしっかりやってあげないと、なかなかこう難しいのかなという。いうふうに思います。しっかりとエスキースをつけて、プランニングをつけて、こういくんやっていうのを決めて、あとは情報をしっかり集めるということをされて、進めていってほしいなというふうに思います。
まだまだ、まだ、あの、もう皆さん、1年、2年でなんとかなるなんて思わんでください。でも、10年、20年やってても、やっぱり僕なんかも公募店も再建もちろん出してないですけど、あかんかった時とかもしょっちゅうありますからね。本当ですよ。はい、次の作品いきます。特に賞金のかかったレースとかね、こういうふうに、こちらの作品ですけども、こういうふうになんていうの、無償だったんですかね。僕そこまで細かくちゃんと見てなかったですけど、いつも楽しい学び動画ありがとうございます。いや、みかんを描くに、今回応募しました。あ、2点応募した、しましたが、もちろん一次審査を通るような作品を描くことができませんでした。今回1点お送りします。匿名希望でお願いしますと。S40 シナベニアパネルジェスト。なんとかグランド、アクリル絵の具とみかんの小説にをある程度忠実に再現しようとも描きました。想像したものを描くので曖昧な絵本の1ページのようになってしまいましたと。着物を着た田舎の子供、髪型、夕焼け、夕枯れの田舎の景色、列車などいくつか調べましたが、そのまま描くこともできず難しかったです。今回の私の作品は求められているものは困難じゃないよなと真っ先に言われてしまう類かと思います。今回の作品、入賞作品をぜひ見に行かれたらと思ってます。描きながらもう一度描くのはどうしようかなと改善策浮かんで、きましたが、来年も公募あるんでしょうか。私知らないです。来年あるかどうか知りません。出品料無料というのがすごく魅力的ですが、ということで、私本当そんな全然知らないです。ではこれなんかやっぱそういう点でやっぱりすごい情報をいっぱい集めたなという感じがするんですけどね、なんでここの人がもうちょっと上に書いて、このちゃんとこう、電車にしちゃわなかったんですか？なんかちょっとよくわからないですけど、せっかくこう、そういうふうにこう書いているのに、ね、ここのところの電車のところだけなんでこないしてしまったんかなと、曖昧にしてしまったんかなと。まあ、それはそれで成り立つっていうこともあるんですけども、どっちなんですかね。もうこの辺プランニングを立ててみて、それに対して違和感がなければ、そっちの方で進んだ方がいいような気はするんですけどね。なんかね。で、もう少しこう、このちびっ子たち上の方に持ってきてもよかったんじゃないかなと思います。まあ、ただこれ人物の顔とか、手とか、なんかね、すごくこう、柔らかく自然な形というのが描けているかというと、そんな風には見えないので、やっぱりそういう、こう、人物の自然な形とか、ね、こっち側の腕、こっち側の腕なんていうのが、なんかこう、骨格にこう、沿ってないというか、こう、こっちの腕とかね、で、こういうところとかも、あって手出してるだけに見えてしまって、なんか本当に放り投げるとか、みんなに、こう4つ5つ同時に投げんじゃったら両手やろうなとかね、なんかそんな風に僕なんか思うんですけど、そういうところのこう所作みたいなのとか、人物どうしても入れる場合っていうのはちょっとした違和感みたいなのがものすごい違和感につながってきます。ものすごい違和感につながってきます。で、ほんの少しのこの違和感というのをなるべくなくしていかないと、やっぱこうプロとアマチュアの違いっていうのはすごく出てくるかなという風に思います。この透視図法的にこれだけギューッと大きくこうしているというところも、まあ、なんかすごくこう不自然に見えてくるかなというふうに思います。だからその辺っていうのをね、やっぱプランニングの段階をどれぐらいにして、この作者の目線っていうのがどれぐらいに来て、どこぐらいにこうここはちびっ子たちがいてとか、じゃあ構図はどれぐらいにしてとかっていう、本当に初めの段階のスタートの段階、どれぐらいの効果をコンポジションでいくのかなとかっていうのは少し考えてあげないと、あとはこの40号とかやった40号でどれぐらいの人間の尺になるのかなっていうのを、やっぱりこうしっかり当てはめてあげないと、結構こう大きな誤差になってくることがあります。大きくそれ顔ドンと描いたらめっちゃでかくなるとかね、ありますけど、これ顔見せたかったんかなとか、まあ確かにその表情見せたかったんかなっていう絵もあったりとかしますけども、なんかこうその辺というのはもう描き足しの段階、ある程度これはだいぶ勝負が決まってくる、特にこう決まってくるようなタイプの公募展なんじゃないかなというふうに私は勝手に思いました。だからそれなりに難しいこう公募展やないかなというふうに思います。本当にこう、まあ画力、まあ別にこう具象とか写実的とかいうパターンじゃなくてもいいとは思うんですけども、こっちの方に寄せていくタイプの人にとってはよりそういうのが必要になってくるんじゃないかなと思います。もう一つこの人もう一枚あったんですけど、もう一枚の方はなんか非公開でって書いてあったけど、なかなかこの動画の中で言葉だけで何も画像がなくて説明するのは難しいので、はい、申し訳ございません。で、次の作品に行きます。こちらの作品と
こちらの作品ですね。こちらの作品、これもなんかやっぱ僕の印象には残っていったんで、私個人で120枚を絞った時には残ってなかったかなっていう気はします。タマさんです。みかんに応募した2点です。ご好評よろしくお願い、ありがとうございます。まあ原則1点ですけど、いいですよ、2点で S45 と S25 をミクストメディアで応募しましたということで、勝手に公募展以外の初めての応募でしたと。マックサイズの1点集中が良かったのですね。いやそんなことないですよ、2枚出されてる方がなんかこう印象には残りやすいかなという気はしますけどね。サイズも初の大きさで手間取った上、2点書いて分散してしまった感があります。1年前に描き始めた頃の下地がうまく処理できず、特に襟巻きの書き込みがなんだかなと思いました。少しずつ、書き詰めていくタイプなので、メディウムを慎重に使うべきでした。今回1年かけて描いていくことの勉強になりました。書き込みが足りないと思いました、よろしくお願いいたしますということですけども、まあ、本当にね、人間人物の難しさというのを顕著に、皆さん出てしまったなというところですよね。まあ、完全にこれ、まあ、例えば、電車の中の光が入っているか否かっていうところを考えたら、ね、あんま、この当時のことを考えたら、そんな電車の中の光って強くないと思うんで、おそらくある程度こう逆光になってくるのが普通なんちゃうかなというふうに思います。普通。なんかこう、そういうふうに思いますので、で、これ40号に書いたらかなり顔、あ、これ20の方かな、かなり大きな顔になったんちゃうかなというふうにも思います。だからやっぱ光の設定とかいつも言うてるようなことなんですけども、やっぱりこうそこのところ間違ってしまうと、もう逆光っていうのをズボーンとこう見せてしまえと見せてしまわんと、結構こうなんか後々にこう響いてくるなっていう、特にこの襟巻きのところですか、なんていうのはちょっと紫すぎましたね、感じられるかなと思います。もうちょっとこう渋い色かなんかで透明度を多くして、まあ、逆光っていうのを少しこう強めてあげて、特にこの襟巻きのところなんていうのは本当に肩口あたりだけにキキキキキとこう光が当たってるぐらいの設定にしてあげないと、まず光の設定としては違和感が出てきます。でやっぱりこうハイライトのところっていうのにこう白みたいなのをダンダンと置いてますけど、こういうところもやっぱりもともと慎重になっていかないと、いけないなというふうにも思いますので、やっぱこう全くのイメージ画みたいな感じっていうのはやっぱりそういうところの難しさがあります。だから皆さん本当にこうね、初めて出されたりして、で今回もこうやって、こちらの方にまで出してきているというのはすごいいいことやと思いますし、また次の機会がね、別の公募展とかあったら、僕は基本的にはもう忖度なく行きますし、どんなんでもそうします。もうそういうのでなんかめんどくさいので、そういうふうにします。ね、ちょっとこう陰影をより強調してみたりとかして、やっぱ光の入り方とかっていうのとかっていうのとかですね、とか言うてますけども、そういうところとかっていうのやっぱこうなかなか、まあ何か写真の資料が何かを元に書いてあるのかもしれないけども、ちょっとこうそういうところの実際のこのでこの手とかもね、あんまうまくないですもんねだからね、そういうところっていうのとかなかなかこうまだまだ伸びる余地がいっぱいあるんじゃないかなと思います。こちらもやっぱこう顔をこう描いているんですけども、まあこれなんかこうこの顔がすごくこう無理やり感があって、まあ、ここまで入れる必要はあったんかなというのがまず私なんかの感想ですけどね。入れなくても良かったのかなと。ダブルイメージとかってやっぱ難しいんですよね。かなり力がないと難しいし、まあ、やるのは全然いいと思いますし、今後もやられていけばいいと思うんですけど、なんかこう中途半端になってしまうと、なんかこうあまり上手じゃないのがボーンと出てくるなぐらいになってしまったりするんで、一旦ちょっと消してみますけど、まあ、これでも悪くなかったんかなと思いながら見ていました。どうなんか分かりませんけどね。で、まあ、みかんもなるべくこの子たちに届けるためにこうこういう風に投げていると思うんですけど、なんかこんだけ散ってしまうと大変なことやなと思いながら見ていました。なるべくそのね、優しく投げているんやろうなという感じがしましたので、でまあ、本当にこう、そうなってくるところ40号でこの小さい人をどう描くかみたいなところですけどね。やっぱこの状況やったらあんまりこう、
光がドーンドーンと当たるようには静かに光が当たってるようなあの状況を作ってあげた方が多分ええやろうななんて思いながら、まあ私が書くならねどうするかなって考えておりました。まあ難しいですね、なかなかね。まあどういうふうにするかちょっと迷うところはあるんですけども、でこのまあ斜めのこのやつはガラスなんですかね、なんか白っぽい線っていうのはないやろなっていう感じはするんですけど、まあ、曖昧なところを作れば作るほど曖昧にこちらに伝わってくるということを少し覚えられるといいんじゃないかな。顔が出てきたり出なかったり、まあ、それでもやっぱり上行くかって言ったら分かんないです。それはやっぱりもう皆さんまだ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 、そりゃそうですよ、まだまだ力がねいきなりそんなっていうところあります。で最後こちらとこちらの作品でございます。でこの2枚に関しては正直あの全然おさえさんなんですね。これも僕確かこっちの方だけ残したと思いますよ。120枚ぐらいあったかな。確か残したような気がします。これやりすぎかなと。怖いなと思って。やりすぎかなと。で、本当は誰か全然わからなかったですけど、あ、おさえさんやったなと思って、ちょっとびっくりしました。ね、なんかこの真ん中の人が、これちょっと外国人なんか何なのか、ちょっと向こうからなんか見てるみたいな感じのね、あの、感じにしようとしたのか。ただ、すごく力つけてきましたよね。もうびっくりしましたよ。あの急激にこうほんと伸びているなという、なんでみかん腐ってんやろうなって思ったりとかして、なんかまあそういうところがおさえさんのワールドなんやろうなと思って、今これ難しいですよね。なるべくこう芥川龍之介の世界観を残すのか、そのか書いている出品者の、スタイルを残すのかっていうと、なかなかこう難しい、どっちにすんのかなと、そこのちょうど真ん中あたりをうまいことさまよえたら、おそらくいいんやろなぁなんて思いながら見ていました。その辺がこういう公募展で難しいですよね。完全に向こうに合わせきる必要はないと思うんですよね、僕もね。もう全くもってそっちに合わす必要もないけども、ちょっとこう自分のワールドに突き進みすぎてしまうと、ちょっとこうなんかその例えばね好みの顔を描いてあげようという感じではなくて、なんかねその時代のなんかならんかなみたいな感じとかにしてみてもよかったのかなと。でもね、あの本当にこう、あ、すごい、まあ、あんまりね優しく言うてもあれなんですけど、あーびっくりしたと思って、これやったんやっていうのは思いましたよ。だからその辺っていうのはね、これからまだまだなかなかこういうこう本当にね、何でもそうじゃないですか。そんなすぐにうまくいかへんのにね、チャレンジするのが一番まず大事ですよね。チャレンジしてないのになんか外野でわわ言う人もいますけど、やっぱりチャレンジしてあかんかったら何があかんのかな、こうやってこういうところにこう出してくるというところもすごいこうことやなと思って、まあこれでも厳しいかな、どうしても、いやどう僕もこっちの人を書くのかどっち書くかなって悩むとこやけど、まあまあ、書くとしたら少女が座ってる状況を書くかなとか、なんかね、どうするかな、なんか見つめ合ってる状況を書くかなとか、な、どう書くかなと、こね、弟たちがなんかみかんをくれて、あっちおらいとか、お姉ちゃんって言うてる状況を書くかな、どうするかななんて思いながら考えてましたけど、ね、っていう感じで、こっちはねちょっと書きすぎ怖いあんまりにも、まあなんか目っていうのがね、なんか冒頭の方で結構こう印象深い言葉ワードとしてあの文章に出てきたから、わーっと書きたくなったような気持ちはわかるんですけど、まあでもこの調子でちょっとやっていってください。あの多分もう本当途上の人でやっぱある程度になってこんと公募展とかっていうのは難しいところがあって、まあ賛否あると思うんですけど、やっぱ完成度みたいなのを求めてくるかなと。もちろんその未来を買う、まあ、例えば受験とかもそうですけど、未来を買うというところもあるんですけども、プラス公募展になってくるとある程度完成度みたいなのも求めつつ、まあ今回のに関してはものすごい目新しい技術うんぬんかんぬんということ、まあ、なかなか今絵画でそれ出せて難しいんですけど、というところもよりも、なんかこう自分の作品性とその出されたお題をうまいことこうこんねミックスしながら、あ、完成度というのを高めていくという方向なのかなというようなところでございます。これで多分言ったかなと思います。今年最後の
鬼高評会はちょっと本当に厳しめに、まだまだ足らんまだまだ足らん、それはプロとしてやってくれ、まだまだ足らん、本当ですよ、まだまだ足らん、あの本当そういうふうに思いました。とにかくいいもの、特に見ることです。いいものを見て、あのいろんなこう分析もしてみることです。しっかり分析して、コボテンとか出すときには、あの下手こいたっていう形にならないように、そんなに大きくな、あの外れてるとは思わないです。大きく外れてはいないと思いますけど、まだまだもっと高みを目指してやってみてください。良いお年を。チャンネル登録よろしくね。はい、バイバイ。